どうも、スパタです。今日は俺はね、かなり怒ってるよ。なんでかっていうとね、アイドルがさ、刺されたじゃん、二次化水上。あれはね、まあ犯人もダメなんだけどね、あの運営が悪い。例えばさ、ももクロちゃんとかだったらさ、会場までさ、あの車が送って護衛もつくじゃない。でもさ、インディーズアイドルだから電車で行くんじゃない。で駅から歩くじゃない、会場まで。それはさ、つけられちゃうよね。うん、だってわかんじゃん。あ、電車で来るんだなと思うじゃん、インディーズだから。うん、だから待ち伏せもされちゃうんだよね。せめて電車でね、よこすんだったら駅からは車で迎えに行かないと。マネージャーとかもまあ手が回んないんだったらお金払ってあの護衛つけるとかしないとダメだよ。アイドルなんだからさ、インディーズだろうとメジャーだろうとアイドルなんだからね。変な話、危ないファンもつくんだからさ、それちゃんと考えてあげないと。なんでそんな駅からさ、普通に一人で歩かすのかなと思って、それが謎だよね。もうこれ運営の不時やだよ、俺に言わせればね。うん、俺だったら、まあ俺だったらだよ、アイドルに俺もうこういうのをさ、もう護衛にさ、声を持たせて、もう変な奴が来たらもうこれで。で、俺だったらここまでやって護衛する。うん、もう変な奴が来て、本当これだよ。このくらいやんなきゃ、このくらいやんなきゃ、もう守れない。変な奴から。うん、俺みたいなさ、マナーのいいアイドルオタクだけじゃないから。俺はあれだよ、あのももクロのさ、幕が上がるの舞台挨拶で、ももかがあの春日部のイオンに来た時ね、エレベーターの中でももかと鉢合わせしたけど、俺一言も話しかけなかったよ。うん、なんでかっていうと、これから舞台挨拶があるのに、俺みたいなさ、いかつよさんにさ、ファンですって言われたらさ、動揺しちゃうじゃん、怖がらせちゃうじゃんね。そんなことファンだったらしたくないじゃん。だから俺は神対応として、あの一切話しかけなかった。うん、話しかけない、全然俺は。うん、でもこれが本当の思いやりだから。うん、分かった。ということでね、あのね、こういうことがまた今後もあるからさ、 AKB だったばっかじゃん。だから運営さんはね、もうちょっとアイドルを守ってあげてほしい。うん、二度とこんなことがないように頼むよ。うん、ということで、スバタでした。じゃあな、インディーズだろうとメジャーだろうと命だからね、命。